しゃ。どうすか。いやー、ハイカラな感じで味があっていいですよ。ハイカラ。皆さんこんにちは。コーヒーと焚き火と夜勤を愛しすぎた男、岩崎大蔵です。秋の夜、焚き火囲みながら。おー、荻原さんも出来上がっちゃってますね。チルいですね。チルいですね。これ最高ですね。これがチルか。これがチルってことなのかもしれないですね。なるほど。俗に言うチルってこれかもしれない。チルか。いやー、たくさん、でも最高にコーヒーがうまい。コーヒー美味しいですね。いい季節で。ちょっと寒くなってきた頃にこう日に当たってっていうのたまらないですね。たまんないです。今日はあのスペシャルなコーヒーのあてを用意してるんですよ。なんかいい顔色になってきてますけど、荻原さん。さらにチルが加速するんですか、うん、ここから。これはコーヒーじゃないんじゃないですか、もしかして。あれ、これもしかしてこれコーヒーじゃない。荻原さん今何飲んでるんですか。アイリッシュコーヒーです。アイリッシュコーヒーいっちゃってる。あ、最高っすね。アイリッシュコーヒーでコーヒーじゃなかったっけな。あ、コーヒーです。コーヒーですね。アイリッシュコーヒーのコーヒーです。いや、アルコールにも絶対合うと思いますけど、今回はあの秋のおつまみ、これ缶詰なんですけど、こだわりが詰まりすぎちゃって、はい、ちょっと泰造自分一人で開けるのが怖くてですね、今日3人でコーヒーに合わせていいんですか。これ秋行きましょうよ。これあの怖さはどこにあるんですか。ん、怖さは。これまずね、こだわりが詰まりすぎてて、詰まりすぎ、これ3缶セットで価格が5000円ぐらいするっていう感じなんですけど、はいはい、これあのアルケッチャーノってすごい有名なレストランの奥田シェフが監修しているものなんですけど、長崎の五島列島の牡蠣なので、例えばこちらは牡蠣のハーブコンフィ。最高。多分3缶違うやつが入ってる。あ、そういうことですか。あ、これローズマリーね。え、あ、それもいい。これタイム。タイム。これマジョラムですね。マジョラム。あれですね、遣唐使の寄港地として。あ、長崎でしょ、はいはいはい、長崎はもう歴史の塊だもんね。荻原さんちょっと開けてくださいよ。いいんですか、うん、これいっちゃいましょう。なんなら缶詰だからこれ温めて食べられるんじゃないのっていう感じしますよね。ここで最高。チルか、いけるような気がするね。最高っていう声が最高かチルかしか出てない可能性がある。そうですね、もしかしたら。やっぱ焚き火って語彙失わせますからね。これ特に温めてっていうことも書いてないわけで、これ常温でいってでも自信あるってことでしょ。もちろんそうだと思います。このまま行ってみましょうよ。確かに。とりあえず。なんかこのパッケージ、猫なんですか？牡蠣を狙ってる、このトっていうブランドなんですね。トなのかね。トバイ。本当だ。そうですね、この島とあなたをつなぐのトです、ね。奥田さんトってことか。ちょっとあの行きますか。ブレイクすごいんで。ブレイクすごい、はい、あのしっかり鼻近づけた方がいい。あ、ブレイク、はい、ブレイク、ブレイク今すごかったっす。クラストカラーのブレイク、はい、香り爆発してくるんで。じゃあ行ってみましょう。おお、めちゃめちゃ強いですよね。ブレイク半端ない。おお、これ鼻から脳天抜けますね。パンってきました、ね、これは素晴らしい。中身とこれ見えない。牡蠣の新鮮なこの香りが生きてる。缶の中に宇宙を感じるね。もう最高だわ。おいしい、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 いただきました。もうおいしい。ちょっとスタッフの方も待ちきれないということで行きましょうか。いいっすか、恒例のあれ。さあ、それじゃあ行ってみましょう。それでは皆さん、召し上がれ。いや、まずコーヒーからのでいこう。皆さん行きますか。いいっすか。ファイヤーしないようにしてくださいよ。いただきます。おー、これすごい、見てください。この超大粒。すごい。これ牡
貝殻どんだけでかいんだぐらいの。これすごいですよ、これ。ホロホロと崩れますね。ホロホロ崩れる。ちょっと行ってみますよ。カキってこんなだったっけ。いきます。うん、これはなんか焼き焼きとかちゃう。カキじゃないね、うん、世界が。なんかカキのこの芳醇な旨味がギュッと詰まってる、うん、味わい深いですね。美味しい。本当だね。かなり上等な甘みとコクがすごいわ。上等な味がします。牡蠣の旨み凝縮するとこうなるんだね。こうなるんですね。うわ、はい、うわ、このタイミングでコーヒー。牡蠣のコーヒーかな。いいっすか。いいっすか。いっちゃっていいっすか。ちょっと荻原さん最高のコンディション。うわ、うわ生きてるんです。生きてますよ、牡蠣。缶詰は生きている。これちょっと、え、これこれもしかして白の白いワインですか。シャブリ。シャブリでございます。シャブリって何ですか。これでも多分浅いコーヒーも合うな。あ、浅いコーヒー合うね、うん、今僕深入り飲んでたんですけど、うん、ちょっと言ったら赤ワインみたいな感じで重いから。白ワイン行きたい、ね、そうですね。って感じ。これ白だよな。白が最高に合いますよ、これ。このなみなみしゃぶりどうなってるんですか。まあでもこういういいお酒で合わせたいね。そうですね、牡蠣は。え、僕これガンガン2個目いっといっていいですか。これいってください、荻原さん。いっちゃってください。一旦ちょっといきますね。牡蠣ごと炎に包まれないようにしてくださいね。カイさん、これマジョラムっつってマジョラムいってください。マジョラムいいですか。マジョります。マジョってください。うわ、たまらん。知るで魔女って。本当に旨味の凝縮がすごいわ。からのコーヒー、このコンフィなんで、この油が、あ、なんかタンザニアとかルワンダとかアフリカ系の浅い利用、浅いウォッシュ欲しいな。浅いウォッシュ欲しいよね。浅いウォッシュが欲しい。スコーンってこの旨味の上の方を、うん、舐めるようにシューって抜けてってほしいね、コーヒー。ちょっとこんなうますぎるワイン飲んだのは初めてだけど分かんないです。牡蠣の貝殻で作ってるんですか。地層、あ、土壌がのところブドウなんですか。そうやと思ったわ。いただきます。これタイムですかね。タイム最高。たまんないね。アルパカ。たくさん最高の時間っすね。いや本当に、うん、素晴らしいです。それにしてもこんなにこだわり抜いた缶詰なかなかないですね。そうですね。も美味しかったですけど、太蔵さん的には選ぶとしたらどうですか、お好みの味は。あー、ローズマリー最初に行ったの結構良かったですけどね。フレーバーがすごい牡蠣に合ってて、なんか華やかさがパーッと出る。そうですね、うん、素晴らしいですね。嬉しいですね、缶詰の形でもその土地の味が楽しめる、はい、しかも山で焚き火で楽しめる、しやすいです。荻原さんはフィニッシュに入ろうとしているので、皆さん、じゃあこの動画もこの辺りでね、我々の夜はまだまだ更けていますが、皆さんもしよろしければこちらの缶詰の情報は概要欄に載せられるんじゃないかなと思いますので、興味ある方はぜひご覧ください。では皆さん、またお会いしましょう。それではハッピーな焚き火ライフを。バラバラ。